どうも、 B レジェンド鍵谷です。ですね、今回は先日ねコメントいただいたんですよ。 B レジェンドのフルーツフレーバーをですね全て混ぜたら超美味しくなるんじゃないかっていうお話をいただいてですね、で今までもちょっとミックスしてみたこともあったんですけれども、まあ、ただね全部混ぜっていうのはやったことなかったので、まあ、この機会にやってみようかなと思います。でね、まあ、実はね先日、まあ、飲んでたのがこのピチピチハッピーチとあとあのメロメロメロンの2つちょうどね飲むタイミングがこう重なったのでミックスして飲んだんですけど、これはね正直まずかった。はい、あのちょっと悲しかったんですけれども、まあ、でもねどれだったかな、どれかの種類で飲んだ時は結構美味しかったので、だからそういった意味では、まあ、今回ね期待できるんじゃないかなっていうふうに考えております。ということで1,2,3,4,5,6,7,8,9 種類あるから、スプーン1杯ずつで9杯だから2回分とちょっとか、だから 400cc ぐらいかな、400cc ぐらいで飲めば、まあ、ちょうどいいんじゃないかなと思うので、まあ、ちょっとねお水を用意してきたので 400cc でやってみようかなと思います。はい、まあ、こんな感じで400いきました。ということで、では早速ね混ぜてみたいと思います。よし、これいちいち時間かかるな開けるの。よし、入ってる入ってる。よいしょ、よし、まず1杯いきますよ。よし、1杯。これ絶対時間かかるからダマになるだろうな。よし、でこれで2杯というか、なんというか、よいしょ、これで入ったのがメロンとパインか。これ絶対時間かかるからあれだろうな、ダマになるだろうな。さあ行ってみよう。これはなんだ、そしてスプーン入ってねえよ、うわムカつく。よし、でこれがなんだっけ、パッション、パッション入れて、これがバナナ、バナナ入れて、よし、でこれで、こっちが何、いちご、いちごを入れて、でこれがベリー、ベリベリベリー入れて、よし、でこれはなんだ、くまモン、よし、くまモン、熊本みかん入れて、よし、これがピーチで、これがリンゴ、よし、だからよし、はい、くまモン、くまモンじゃないや、これなんだっけ、なんだった、これリンゴ、違うな、でこっちはなんだっけ、よし、全部入れたよ。はい、こんな感じ、こんな感じ、わかるかな、はい、こんな感じ。よし、行ってみましょう。そしてローリングシェイクからの普通シェイクで、これがねもう公式シェイクになります。実はまたいずれ言いますけど、ローリングシェイクからの縦シェイク、ローリングシェイク10回からの縦シェイクっていうのがね正式になるんですよ、プロテイン界の。また言いますよそれは。よし、もうなんか10ローリングからの20シェイクって言いながらもうね何回やったか分かんないけどね、そんな感じ。よし、いきますよ、イデオン究極アルティメットフルーツポン。あ、めっちゃ飛んできた、あ、メガネについた。あ、なんか分かんない匂い、 なんかよく分かんないけど、いただきます、いただきますよ、いただきます。うまい、あ、うまいんだこれ、うまくなるんだ。うん、うん、うん、おいしい。全然わかんない、何が勝ってんだろう。うん、うん、いや全部混ざった味だろ。なんだろう、バナナも味するし、ピーチも味するし、あ、ピーチがちょっと強いかなやっぱり。うん、でも熊本みかんもする、メロンとかリンゴとかはわかんないかな。
ベリーもパッションはする。ベリーもまあするかな。あと何があったっけ。いちごか。あ、いちごとメロンとバナナが混ざってこのクリーミーな感じになってんだろうな。あ、なんか最後の方また美味しい。うん、改めてうまーい。はい、ということで飲んでみました。まあ今ね飲みながらレビューしてたんですけれども、やっぱりね結構あれだね、意外と全部の雰囲気出てるね。あの意外と全部の雰囲気出てて、あのなんだろう、甘いのと酸っぱいのとまろやかなのとさっぱりしたのとがなんかうまくこう入り混じって、まあ似た味だったらあんまりね、これがこれの味だみたいなことよくわかんないんだけど、ピーチっていうとピーチなんだけど、あれこうバナナっていうとバナナだけどみたいな感じで、なんかね全部のいいところがうまく混ざり合って美味しい。あのフルーツ、あ、そうか、フルーツジュースだ。本当にそういえば今気づいた、フルーツジュースにしてみようっていうコンセプトだってことを忘れてた。あの純粋に飲んでて思ったけど、確かにそうだね、フルーツジュースになってるわ。うん、美味しい美味しい。まあ皆さんなかなかね、こんな9種類全部集めてこんな贅沢飲みできるっていうケース少ないと、僕も実際にはないんだけど、こういうパターンでないとねないんですけれども、まあぜひ皆さん袋買いの時、1キロ飲んで飲み終わって次飲むっていう時のこの両方開けれる可能性のタイミング、あと1回か2回しか残ってないみたいな時にね、こっちは新しい方とあげて混ぜて飲んでもらうといいかなと思います。飲み替えの味の乗り換えのタイミングで、混ぜてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回動画の方よろしければぜひグッドボタンよろしくお願いします。グッドボタンのねキャンペーンもどんどん溜まっていってますしね、また6000人突破のキャンペーンもやりたいなと思います。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あと友達にねぜひ、シェアの方もしてみてください。ということで今回の動画はこれで終了。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。